本日はコパイバマリマリについてご紹介させていただきます。コパイバマリマリは南米アマゾン熱帯雨林に自生するマメ科の大木の樹種です。アマゾン熱帯雨林には何十世紀も前からインディオと呼ばれる先住民族の方々が暮らしています。彼らは自身の健康や家族の健康を守るために森の中にある有用植物を使っています。今日までに8000種に及ぶ有用植物が確認されていますが、中でも特に重宝されているのがコパイバと呼ばれる植物です。コパイバはさらに細分化いたしますと35品種が確認されているんですが、マリマリ種は先住民に最も愛されている品種です。コパイバは生木となるとその幹の中にたくさんの樹脂を蓄えます。このオイルを枝葉に行き渡らせることでジャングルの中を漂う細菌やウイルスを遠ざけているのです。他品種のコパイバは何リットルものオイルを幹に蓄えていることもありますが、マリマリは搾油量が少ないため市場に出回ることは滅多にありません。近年アマゾン熱帯雨林の天然資源に注目が集まる中で、インディオたちが受け継いできた知恵や伝統といったものが脚光を浴び、そして改めてコパイバが細菌やウイルスを遠ざけ、お肌を健やかに保ち、粘膜の調子を整えることが数々の研究で明らかになってきました。そして中でもマリマリと呼ばれるコパイバの種類に関しては40種類を超えるフィトンチッド、つまり植物由来成分が含まれており、大変貴重な存在としてアマゾンのインディオたちに愛されてきました。私たちは1990年代に縁あって南米ブラジルのアマゾナス州というところに5年ほど滞在していたのですが、この時暮らしていたジャングル奥深くの村で信仰を深めたインディオたちからマリマリをいただいています。もちろん生態系に負荷をかけない独自のルールを設けて、限られた量の中でしっかりと大切に商品作りをしています。そして化粧品や健康食品としてこのような形で日本の皆様にアマゾンの本物をお届けしています。私たちがお届けするコパイバマリマリは先住民インディオたちの協力のもと、コパイバのマリマリ種だけを採取しています。そして不純物のみを取り除いた自然の状態の生のオイルです。エッセンシャルオイルや精油ではないので、そのままお体にお使いいただけます。健やかな肌作りや粘膜の不調にお役立てください。お飲み物に一滴混ぜてお召し上がりいただいたり、お風呂に数滴落としていただいたり、普段の使っていらっしゃる化粧水に一滴落として使っていただくなど、さまざまな使い方ができます。ぜひお気に入りの方法を見つけてみてください。なお、この商品の売り上げの一部はアマゾンの森の保全活動や現地の教育現場のサポートをする活動に役立てられています。ぜひ一度コパイバマリマリを手に取っていただき、アマゾンの森を身近に感じていただければ幸いです。